はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。L 字抜け簡単だよ、ベストタイム 4.8 秒やってまいりましょう。いや、でも正直 L 字抜けという、だからあれですよ、でっかい状態で一マスの隙間を抜けていく、そのテクニック自体はね、自分めちゃめちゃ苦手ですよ、これ。いけるかな、これ。こっからこう、キュルンって、こう落ちながらキュルンって入ることで、こう、うまいことやったら入れるんだけど、これ結構シビアなんだよね、これ。なんかまあまあ頭入ってるように見えても、そう、こうやって押し戻されちゃうんですよ。ちょっと待ってよ。思ったより早めからか。ベストタイム4秒ってことは一発でいってんな、ベストタイムの人。それはうまい。入った？入ってないな。うわー、来た、やった、やっと来た。めちゃめちゃ時間かかった。本当に何回もやり直したわ。オッケー。というわけで、コースアイデアありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。極難しいコース、クリア率350分の0。まあ、極み難しいコースって読む可能性もあるかなとは思いますけれども。まあ、一応今のところクリア者が出ておりません。多分、まあ、一番難しい。もう難しさの極みと言っても過言ではないぐらい難しいのかな。無理じゃね？手前からこう飛んでいくみたいな。そんな感じですね。頭をぶつけながらね。最終そこにあれ？鍵があるんだもん。ここに鍵がある？なんか中間あんの？ここで。なんか中間を取るタイミングじゃあミスったかな。もっと後になってから取った方がいいよね、絶対に。はい！OK！ここ難しいな。ここ。普通に難しいな、ここ取っていくの。とりあえずこっち行きます。まあ、スタート地点の左上のところに土管があったから、なんか周回してくる仕組みがあるんかなと思いきや、ここにも中間がある？しかもそうか、鍵取って中間、これで帰ってくるんだ。じゃあ鍵を2個持って鍵ドアに行けよっていう、そういう解釈で、あっているということですかね。これで鍵を2個取って、ちょっと待ってくださいよ。そしたら鍵を2個取って、まあ、とりあえず即壁キックからのくるんくるんをしと。オッケーさ、これで、じゃあもう一回壁キックの準備しといてみる？はい、合ってたわ。うわー、なにこれ？これが？鍵、第3の鍵じゃ、もう一回壁キックの準備をしといて、今度は右かい？ちょっと待ってよ。いや、ワンチャンいける、ワンチャンいける。あれ、ゴールなんだ、これで。あ、これでゴールなんだ。やった。なんかすごい独特なコースだったね。99.9% の人が騙されるPスイッチジャンプリンクのままゴールやってまいりましょう。どういうことなんでしょうね。Pスイッチジャンプ。なるほど。まあ、確かに普通に行くように見えるけど。なるほどね。ほんならここ落ちる？違うよね。なんかブンブンがいるな。あれ、でもそしたら今行ける場所がないんじゃないのという感じが。ちょっとしますけど、一旦さ、ここになんかブンブンがいるけど、このブンブンは関係ないか、さすがに。あれ、これ何ができる？あと、隠しブロックとかがなんか、あるわけでもないのかな。だとしたら、これ何ができる？でも。うわ、抜けれた、やった！こんな感じでどうですか？こんな感じでなんか P を押してこっちに帰ってくることによって、なんかいいことが起きたりしないの？なんか。なんかリングが降ってきたよ。なんかリングが降ってきた。なんかリングが降ってきたってことは、これ、なるほど。なんかツタが出てきた。なんかツタが出てきたってことは、こいつら倒、あ、これでゴールなんだ。パルクールセクションやってまいりましょう。さあさあ、多分そうですね。Pジャンしたりとか、まあ、改造コース的な感じなんかなと、思ってますけれども、パルクール言うとるんでね、多分そういう改造コース的なノリのコースだと思う。こうやって P の時間が結構きついんか。ここの P の時間、ちょっと P がね、無限にあるんかなと思って、P の時間は別に気にすることないんかなと、思ってしまっておりましたけれども、このコースは割と P の時間が大事なそうでございまして、あのピンクコインは何ですか一体。あれどうやっても届かんくないか。まあ、なんかゆくゆく取りに行けるみたいなことなのか、それかもうこのコースは、ピンクコインは関係ないコースなんだと、割り切っていくべきなのか。どっちなんだい？中間だ。やった。はい！オッケー。ここからめちゃめちゃ怖いやんけ。なんだよ、この作り。ここもやばいな。中間取ってからが急に難しくない？オッケー、いけました。これ何ですか？キノコだ、やった！キノコ嬉しい。さあ、ちょっと待って。はい、ちょっと待ってください。よ、しっかり上に一歩ずつ、慎重に、丁寧。
丁寧にさ進んでいきたかったんですけども、普通に食らいましたけども、多分追加でアイテムがもらいました。やったこれは何ですか？ブンブンですか？ちょっと待ってください。ブンブン、ちょっとこっち来て、こっち。はい、オッケー。やばいわちょっと待って。あー、これまあいいや、2発目は普通に食らう覚悟で。オッケー、オッケー。まあまあ一発ダメージでこいつを倒せるのはだいぶでかいんじゃないか。これで一回ドアに入りまして、なんか二択っぽくね、二択、いやワンチャン上飛びの可能性もあるんかなっていう気すらした。上は入れなかったんで、二択ではなくこっちの土管一択でございました。どういうこと？え、そんなピンクコイン取れるとこにあった？3個も。いや、これなんかフェイクな気すんな。行ける道なかった気するもんな。まあこれは普通にゴールさせてもらいましょう。スカイドリーム140秒スピードラン238分の0やってまいりましょう。いや、個人的にね、結構ちょっとこう長めのスピラン割と好きなんですよね、ミスター。長めのスピランってこう結構集中してさ、走ってるとこうなんかこうコースにすごい集中できるよね。コースに集中してこう黙々とゲームに取り込めるこの感じ、割と嫌いじゃないなという。これ被っていくこともなんかできそうには見えましたけど、まあ一旦普通に進んでまいりましょう。なんか頑張ればそう、被ったまんまあそこ抜けれんじゃねっていう気がややしましたけれども、三段ん帰るん、どっか行けるようになってる。これでここが切り替わって、こここうなって、まあ多分ここに行くっていうことで合ってんのかな。さあこの相撲に勝利し、こっちに、あれ、ここのガリガリの裏、これ何がある、これ2回やったら壊れたね。2回やったら壊れる足場ってなんだ、何がある。まあいいや、とりあえず普通に進んでいこう。ここちょっと難しいか、ちょっと難しいかもわからんね。まあ普通に頑張って進んでまいりましょう。オッケー、ちょっと待ってよ、ここ多分しゃがみジャンプクルンしていった方が割と安定性は増すかなっていう。で、多分右のこのここに出てくるのかなという、そう、そんな印象はちょっと受けてましたので、そこの壁キックは対応することが何とかできました。ここまでパウ持ってきます。こっちになんか、帰ってここに、進路がなかなか難しいですね、このコース。で、三段ジャンプっぽ、三段ジャンプっぽいけど別に三段ジャンプじゃなくてもいける。ここの土管に入れば大丈夫。進路だね、進路。なるほどなー。なんか頑張って、これズルしてー、できないかな、ズル。これで、スタートのとこに土管あった。スタートスタートのちょっと先に出てきてるね。さあ、2周目はスタート地点が若干早いんで、ここまで残り10秒残して来ることができました。頑張って。なに、どういうこと？ほらほら、こうやれば、メットをキープしていくことはまあできるけど、まああんまり意味ないかな。一応なんかメットを被ってくることすらできてしまいましたけれども、こう。もうすぐ行った方がいいよね。で、これ切り替えて、これで壁キック。三段ジャンプ。ダメだ。でもいけた。やった。4秒。土管入った。ゴールドやった。ちょっと最後グダグダになったけど、多分なんかスピンを押してたら多分いけたんだろうね。いや、めちゃめちゃ難しかった。やったいけた。